私が住んでいるのは山間によくある住宅地で、家から麓に降りて町へと続く国道の脇に住宅に挟まれてその神社はあった。私が10歳そこらの時である。子供なので神社に対するしきたり云々の信仰には全くもって興味がなく、当時の私たちには程よい遊び場のようなものだった。その神社は夏祭りや正月にはお守りを売る巫女姿の店員などがいるのだが、普段では神主は隣接の事務所にいるらしい。その土地の記念碑なんかもあって、観光地的な役割でもあったが、基本は大人の目もないわけで、子供たちは堂々と占領できるのである。ある日私は他の男女数人のグループに連れられて、その神社へ行った。大人の目がないとは言ったものの、当時の私はだいぶ真面目な部類に入る子供で、神社には祭りでもない限り踏み入ったことはなかった。だが彼らもいつもここで遊んでいるわけではない。つまりいつもは公園を転々としているところ、気まぐれでここで遊ぶことを提案したわけだ。そこで私たちが何をしたかというと、そこら辺に落ちている何かを黙々と収集する、いわゆる宝探し。神社なので、さい銭のおこぼれの古いお金が当たりであろう。その他は大人から見ればただの燃えないゴミであろう何かの部品やプラスチックの類、そんな他愛もない宝探しだが、子供にとっては燃えるゴミ以外は大抵校庭の小さな石だってガラスの破片だって宝石のように大事に見えるのだった。かくいう私も中休み、昼休みになれば、校庭の砂利を漁っては、爪の赤ほどの色のついた石を集めている口ではあったが、神社、そう、人の敷地であれば少し違った。他の子供たちはともかく、どうも乗り気になれないのが真面目なところで、神社ともあろう場所から、ガラクタとはいえ物を持っていくのは泥棒ではないだろうか。そんな疑心を抱きつつも臆病者と思われるのもまた本意ではないので、しぶしぶと宝探しに参加していたのである。敷地の端、木の根元、そして神社の床下へと手を伸ばしていく。高床の下は、めったに掃除できるものではなく、つまり宝の山だと考えた。しかし、思ったよりは、あまりめぼしいものは見当たらず、ただ、じめじめとした土が広がっているだけだった。大したものはないな。そう思い、身を引こうとしたら、視界に、青い物体が映り込んだ。サイズ的には、さい銭の小銭なんかとは比べ物にならない大物。汚れているのも気にせず手に取ってみると、大きさは人形のベッドぐらいという印象。中にクッションが詰められた青い箱のようなものである。何に使うものかは見当もつかないが、何かいいもののような気がするのが子供の感性である。そして子供たちの間で一通りの発掘の成果を広げて山分けして解散した。私の手には小銭も小石もなかったが、あの青い箱はしっかり持っていた。しばらくは
少々の罪悪感に悩まされることとなる。人の敷地、それも神様のいるところから人工物を持ち出してきた。明らかに神社の備品ではないような箱であるが、罪悪感に苛まれている私にはそこまで頭が回らず、実は神聖なものではないだろうかとか、そんな妄想に暮れていたのである。だが、持ってきたものはしょうがない。砂を落として、それは結局大事にしまわれた。ワインのコルクや小石や貝殻と一緒に。しばらくしてからだった。罪悪感もその箱の存在もたびたび思い出す程度になった頃、それはいつものように布団の中に潜り込んだ時だった。ザリ、ザリ。それはかすかな音だった。浸透静まり返った部屋の中で確かに聞こえるのである。私のベッドは机と棚の上にある高床のベッドで、もし床の畳に布団を敷いていたなら、それを本当の耳元で聞かなくてはならなかっただろう。音は下から響いてきた。虫だろうか？いや違う。虫は確かに湧くけど、あのような畳を引きずり這うような音はしない。ザリ、ザリ。私は布団をかぶったまま様々な思考を巡らせたが、この状況に対する利口な策を練るわけでもなく、ただ自分の小さな恐怖を拡張したに過ぎなかった。結局私は嫌な油汗をかくだけで夜を明かした。どんなに恐怖しても、いずれは眠れるものである。きっとあれは新種の悪夢だったのだろう。当時の年頃だとよく悪夢というものを見る。その類なんだと頭の中で押し付けるように自己解決した。しかし悪夢というのは現実で見るものであると思い知らされるのである。その後、たびたび私は布団の中で音を聞くようになる。乾いた畳の上では、その小さなものが引きずるような音がちゃんと響いて、布団越しに耳に届く。小さな音ほど聞きたくなくても聞こえるもので、時計の乾いた音とともに私の安眠を遮った。毎日ではなかったものの、私はいつしか布団を深々とかぶる癖がついた。そして、その音を聞いた後には、大抵さらに嫌な夢を見るもので、さらに後味の悪い目覚めとなるのだった。今までかぶった布団をめくれないほどの恐怖を味わったことがあっただろうか。答えは結構あった。何せ絵になるような古い佇まいの家である。霊感などは一切ないが、ギシギシとかヒューヒューとか、そういうのは日常である。しかしながら、あの音はおかしい。夜な夜なその音を聞くか聞かないかで恐怖した。今日は悪い夢を見ませんように、という祈りに代わって、あの音を聞かずに寝れますように、というのが当分の切実な願いとなった。ある日、私は部屋でいつものように遊んでいた。そして何気なく宝物をしまっているガラクタ入れを出してきた。
小石の詰まった瓶、貝殻の袋、星模様のついたワインのコルク。思い出が詰まっているのだか詰まってないのだかわからない内容の中、あの時拾った青い箱を手に取った。手のひらサイズの長方形の箱。中にはクッション。このお宝箱に入れる際は、ちゃんと土を落としたはずだった。青い箱の外側には土は一つもついていない。だが、クッションの上に、ふと赤茶の汚れができているのである。それはかすかな汚れであったが、妙に生々しい色が印象的だった。何が生々しいかは説明できないが、そう、それはそこらの貝殻の土がついたものではなく、まるでそのクッションに何かを置いたような跡。初めて罪悪感の他に芽生えた気味の悪さ。私はそれ以上その箱に触れたくなかった。青い箱は部屋の隅に投げ出されたままにされた。また夜が来た。私は習慣で布団をかぶる。長い間あの音に苛まれている気がするが、実は実際あの音を聞いたのは数回なのかもしれない。しかし聞こえることに変わりはなく、夜が昼とは比べ物にならないほど長かったのだ。私はいつかあの音がピタリと止むことを望みながら、心の奥底では静かに実はあの音を待っていたのかもしれない。しかし奇怪な音の正体を暴くにはあまりに私の心は震えていた。布団の暗闇の底に立てこもり、息を殺し、僕はいない、僕はいないと存在を消す。そして、ザリ。それはいつものように、どこからともなくやってきた。しかし、いつもと違ったのは自分の方で、その音が不意に、耳に響いた瞬間、私は小さく反応してしまったのだ。布団が私の体に合わせて擦れ合う音は、ザリ、ザリ、という音よりよっぽど身に響いた。這う音がピタリと止まった。気づかれてしまったのだ。この些細な失敗に私は涙を流した。それでも必死に取り繕おうと息を懸命に殺し、そして耳に神経を集めた。だがそれ以降、時計が進む針の音以外に子供部屋に響く音はなく、私は徐々に平常心と安堵を取り戻した。驚いたのか、帰ったのか。まさか、布団をめくればそこに顔があるなんてこと。まさか。安堵の中で、お化けなんかいるものか、という、か細い安心材料にしがみつく。やがて、その結論がじわじわと頭に馴染んだ頃、書いた油汗をどうにかしたくなった。疑心暗鬼になっていても仕方なし。とりあえず、布団の外の空気が吸いたい。そうして、思い切って布団を取り払った。目の前には、ただいつもの天井、いつもの壁、何にもありゃしなかった。まだ、夜のさなかだというのに、長い長い夜が明けた気になったとともに、少しばかりのやってやった感。そして、
深く息を吐き出したのだった。だが、サリ、サリ。全身を悪寒が駆け巡る。布団越しでない分、幾分かクリアに聞こえる気がするその軽い音が重く聞こえた。身をこわばらせ、吐き出したばかりの息も吸えず、ただ目の前の壁から目をそらせなかった。耳を塞ぐこともままならず、その音を聞き続けるしかないのだ。しかし、一度極限状態から安堵を潜った精神には、少しばかりの隙間があった。もしかしたら、これは千載一遇のチャンスなのではないかと。ここまで来たのなら、もはや、奴の正体を暴くべきではと。奴の、おそらくは大したことない姿を。布団の外の空気を吸って、現実的になった脳で考えた案だった。その時は、何だって受け入れることができる気がした。そして、ぎこちなく、首を下へ向ける。そこには、散らかったいつもの部屋があった。なんだ、と、心に安心がもたらされた。望んでいた結果、当たり前の結果。それを飲み込もうとしたその時、凝らした視界のその中に、それがうごめいていた。心臓が破裂線ばかりに飛び上がる。ザリ、ザリ、ザリ。耳に届く一定の音とともに、それは一つの関節を目いっぱい動かしながら、畳の目を刻むように進んでいた。夜の闇の中、白いそれは、なお不器用に動いている。そして、闇に慣れた目が気づいた。それには、爪があった。夜の闇にうごめくそれは、人の指であった。人間の第二関節までが、一人でに動いていた。もはや、肉があるとか、骨があるとか、かさぶたがあるとか、それどころではなく、とにかくその人の指は、断面をこちらに背を向け、ひたすらえっちらおっちらと、ビビたる歩みを重ねていた。もはや凍りついた思考で、呆然とそれを眺めていた。見ようによっては滑稽な姿ではあるが、それは呪われているとしか言いようがない光景だった。指の先がこちらを向いていないのは幸いであるが、その猿の手のミイラがずるずると這うのを彷彿させるそれは、一体どこへ向かっているのであろうか。そして、気づいた。指が向かうその先にあるのは、あの放り捨てられた青い箱だった。ザリ、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 ザリ。もう夜は明けないのではないかと気が遠くなるような時間が過ぎた。時計の音すら耳に入らず、指の方へと決して目を向けることなく、指があの青い箱で何をするのかも見ることはできず、指が畳を這う音に耳を傾けながら、いつしか私は眠っていた。その箱をその後どうしたかは定かではない。翌日、脇目も振らず、トングで掴んでゴミ捨て場に捨てたのか、それとも、その後の大掃除で、他のガラクタとゴミ袋へ入ったのか。
わずかな可能性の話だが、倉庫の思い出段ボールの奥底に眠っているとも限らないかもしれない。とにかく今となっては、私の目に見える場所にはない。あの夜が夢か幻かも確かめる術はない。結局あれが何だったのか、わからないのは申し訳ないが、きっと私が勇気ある少年だったとしても、暴くことは叶わなかったのだろう。何せ、指である。這っていた理由を聞いて、口が聞けたらそれはコメディだ。しかし、その後お祓いなどをしたわけでもなく、それ以上、指にまつわる怪現象を体験することはなかった。あの神社には、夏祭りに寄った際、拝殿に静かに手を合わせて、あの指の成仏を願ったばかりである。一年前、仲間内でとある山へキャンプに行った時の話。大学が夏休みに入る少し前、高校の頃からの仲間のアキラから電話があった。アキラとは進学先が別々になって、実際会う機会も減っていたが、時々こうやって電話が来ている。その時の話は、高校の頃のいつもの仲間で集まって、久々に何かしないかという内容だった。夏休みに入ってすぐ、俺たちはアキラのアパートに集合した。メンツは俺、アキラ、それと、ユウスケとカズヤの四人。高校の頃、特に仲の良かったメンバーだ。最初は近況などを話していたが、そのうち本題になり、さて、何をしようか、ということになった。が、集まっても何も案が浮かばない。そうこうしていると、話に参加せず、アキラのパソコンで何かを見ていたカズヤが、おもむろに、Google マップで適当に見つけた場所にキャンプに行かないか、と言い出した。俺たちが、は?と言うと、カズヤは結構大真面目に、いやいや、面白そうだろ?目的地もランダムで、全く知らない場所にキャンプに行くんだぜ。と、得意げになっている。確かに、行き当たりばったりは面白そうではあるかもしれない。俺がそう思っていると、ユウスケもそう思ったのか。よし、じゃあ、キャンプ場で検索してみようぜ。と言ってきた。するとカズヤが、それじゃあつまんなくないか?いっそ、そういうキャンプ場とかじゃなくて、本当に人気のない山奥とか、そういう場所にしない?と言い出した。確かに面白そうだ。俺たちはその時そう思った。そして、適当に山っぽい場所をあちこち探し回っていると、周囲に人家もなく、ただ林道らしき道が一本通っているだけの場所を中国地方のある場所に見つけた。拡大してみると、川べりで少し開けていて、キャンプにも最適そうに見える。俺たちは東日本出身で、西日本方面のことはほとんど知らないし、地理的にも立地的にも
俺たちの理想に合致しているように見えた。キャンプはその場所に決定した。当日の朝、和也がバイトして買ったというボロい軽自動車に乗り込み、俺たちは出発した。そして、その日の夕方には目的地の近くに到着した。その日は近場にあったスーパー銭湯のような場所で食事と風呂を済ませ、そのまま近場の公園のベンチで寝た。翌日、近所のスーパーやコンビニで3日分の水や食料を買って、俺たちは目的地へと向かった。携帯で地図を確認しながら山道をどんどん進んでいくと、とうとう携帯の電波が届かなくなってしまった。だが、今まで通ってきた道が検索した時に見つけた林道だったので、そのまま道なりに進むと、すんなりと目的地である開けた場所に到着できた。現地についてみると、その場所は Google マップの航空写真で見るよりもずっといい場所だった。すぐ横に川が流れていて、水もきれいだ。それに川沿いの開けた場所はかなり広く、ジメジメ感もまるでない。俺たちはすぐにキャンプの準備を始めた。車から荷物を運び出し、テントを立て、石を並べてかまどを作り、薪を集めたり、雨対策にテントの周りに溝を掘ったりしたのだが、早めに到着したこともあり、午後2時過ぎ頃には、すべての作業が終わってしまった。しばらく川に石を投げて水切りなどをしながら遊んでいると、アキラが、暇だしちょっと周り探索してみないか?と言ってきた。俺たちは特に反対することもなく、探索を開始した。川が狭くなっているところから対岸に渡り、来た時から見えていた対岸の砂利道を上へ上へと進んでいった。しばらく進んでいると横道があり、その先の森が開けて、白いコンクリート製の壁の小さな建物が見えてきた。その建物は、1階建ての長方形で、山の中にポツンとあるにしてはやたら小綺麗なのだが、一見してどういう目的の建物なのかさっぱりわからない。窓も少なく、その窓もすべてブラインドが閉じていて、中を伺い知ることもできなかった。何かの管理事務所のようにも見えるが、その割には他に建物らしきものも周囲にない。俺が、なんだこれ、家じゃないし何?と言ったが、誰も何なのかさっぱりわからず、答えは返ってこない。とりあえず俺たちは、そのまま周囲を探索してみることにした。探索してみて分かったのだが、この建物はどうも少なくとも今は使われている痕跡がないらしい、ということだけは分かった。理由は簡単で、表の方は砂利が敷いてあるので目立たなかったが、裏の方は雑草が生い茂り、明らかに何年も放置されているのが分かったからだ。すると、表の方にいた明が、おーい、こっち来てみろ、と俺たちを呼んだ。
アキラのところに行ってみると、なんとアキラは建物のドアを開けていた。カズヤが、ちょっとお前、さすがにそれはまずくないか?と言って、ユウスケが、鍵とかかかってなかったのか?と言うと、アキラは楽しそうに、鍵はかかってなかったぞ。ドアノブ回したら普通に開いた。と、悪びれる様子もなく返してきた。でも、この建物明らかに廃墟じゃない?鍵は元から開いてるんだし、ちょっと入るくらいならいいだろう。何の建物か興味あるだろう?俺がそう言うと、アキラも同意して、ユウスケとカズヤも本気で止める様子はなかったのか、ちょっとぐらいならいっか、と返してきた。俺たちは中に入ってみることにした。中に入ると、室内には調度品のようなものや、家具のようなものは何もなかった。長いこと放置されているようで、部屋の中は非常に埃っぽい。10畳分ぐらいの長方形の部屋があるだけなのだが、変わっているのは部屋の真ん中に下へと続く階段があったことだ。4人とも黙り込んでしまった。この状況、流れ的に今さら下に行かないわけにはいかない。問題は誰がそれを言い出すかということだが、こんな怪しい建物の、しかも地下へと続く階段。あからさまに怪しすぎて誰もその一言を言えないでいた。しばらくの沈黙の後、最初にユウスケが口を開いた。下真っ暗だよな。懐中電灯ないし、装備整えて明日でいいんじゃないか?もっともな意見だった。そしてこの提案をしたユウスケに、俺は心の底で感謝した。しかし、カズヤが唐突に、明かりなら携帯の画面で十分じゃないか?と言って、しかもアキラもそれに同意のようだ。俺とユウスケはここで断れば確実に二人からヘタレとからかわれるのが目に見えていた。正直怖かったが、四人で下へと降りていくことになった。階段はそんなに長くなかった。下に降りると真っ暗でよくはわからないが、どうやら6畳ぐらいの正方形の部屋のようだ。上と違うのは、なぜか部屋の真ん中にユニットバスのバスタブが置いてある。それ以外何もないようだった。バスタブの中を携帯の明かりで照らしてみると、中で何かを燃やしたような痕跡があったが、燃やしたものは取り出したのか、黒いすすがあるだけで、他には変わったものは何もなかった。俺たちは拍子抜けしてしまい、なんだこれだけか、とキャンプしている場所に戻ることにした。階段を登るとき、俺は何と説明したらいいのか、一瞬、人の気配というか、後ろから誰かが顔を近づけると、気配でわかると思うのだが、あれに似た感覚を覚えた。驚いて後ろを振り向いたのだが、最後列の俺の後ろに誰かいるわけでもない。
上の三人が、どうした？と声をかけてきて、俺は、何でもない、気のせいだ。と、そのまま階段を登った。キャンプ地に戻ると、結構時間が過ぎていて、もう夕方の5時近くになっていた。俺たちは夕飯の準備をして、飯を食った。その晩、俺たち4人は焚き火を囲んで、あれやこれやと取り留めのない話をしていたのだが、ふと気づくと、ゆうすけがやたらと背後を気にして、何度も後ろを振り返っていることに気がついた。ゆうすけ、どうした？なんかいるのか？と聞くとゆうすけは、ああ、いやー、それが、いやー、なんでもない。と言うと黙ってしまった。なんか変な反応だ。他の二人も気になったのか、まずアキラが、おい、ゆうすけ、なんか気になることあるなら言えよ。余計気になるだろ。と言うと、カズヤも、変に隠すと逆に怖えよ。と、冗談半分に言った。すると、ゆうすけが、本当なんでもないから、ただちょっとなんか視線を感じるんだ。でもどう考えても気のせいだろ。俺たち以外に人の気配ないし。と言い出した。確かに変な話だ。でも俺もさっきのことを思い出して少し気になり始めた。アキラとカズヤも気になったのか、全員で懐中電灯を持って周囲を確認することにした。あちこち照らしてみたのだが、やはり人影も動物らしき姿も何も見えない。するとカズヤが、あっ！と声を上げて俺の方を振り向いた。そして俺に、今、お前、俺のすぐ後ろにいた？と変なことを聞いてきた。もちろん俺はそんなことはしていない。カズヤには近づいてないことを伝えて事情を聞くと、昼間俺が感じたのと同じように、自分のすぐ後ろに人の顔があるような、そんな感覚がしたらしい。なんかおかしい。俺がそう思っていると、一人で川の方を見ていたアキラが、おい、なんかおかしいぞ。ここ、なんかいるぞ。と、俺たちの方にやってきた。俺が、なんかってなんだよ。はっきり言えよ。と言うと、アキラは、なんだかわからないのだと言う。わからないが、とにかく視線と気配をさっきからずっと感じるのだという。全く要領を得ない。拉致が開かないと思った俺は、とりあえずテントに入ろうと三人を促し、テントに入ることにした。そうしてテントの中で少し落ち着いたので、俺は昼間のことを三人に話した。すると、アキラもユウスケも同じ感覚を持っていたらしい。要するに、四人とも背後に誰かがいるような、そんな気配を感じていたのだった。しばらくの沈黙の後、カズヤが、ここ、なんかやばくないか？車近いし、ひとまず荷物は昼間になったら取りに戻るとして、車でふもとまで降りないか。アキラも、その方がいいかもな。あの建物なんかやばい場所だったのかも。と、
普段は結構強気なアキラとは思えない口調で言い出した。ユウスケもやはり二人と同意見のようで、どうせ荷物が盗まれるようなことはないだろうし、ひとまず車まで行くことにしようと決まった。その時、外で風が吹いて木がざわざわと鳴り出した。そして、そのざわざわという音に混じって何かが聞こえてきた。耳を澄ますとよく聞き取れないが、風に乗って人の声のようなものが聞こえてきた。何か歌っているようなそんな声だった。なんかやばい。本格的に俺はそう感じた。俺たちは意を決してテントの外に出た。そして早足で車へと向かった。その時、ユウスケが車の方向に何かを見たらしい。らしいというのは、俺たちには何も見えなかったからだ。ユウスケは突然立ち止まり、ガタガタ震えながら進行方向を指さすと、うわーと叫びながら、車とは逆方向、川の方へと走って行ってしまった。俺たちは慌ててユウスケの後を追った。ユウスケはそのまま川を越えると、さっきの砂利道を建物とは反対方向へと走って行く。とにかく、わけもわからず、ユウスケを追いかけた。しばらく走っていると、ユウスケは一瞬立ち止まり、90度方向を変えて、道ではない場所を沢の方へと降りていってしまった。俺たち三人もその後を追った。懐中電灯を照らしながら、道ではない場所を走っていると、俺は足を踏み外し、くぼみのようになっているところに落ちてしまった。背中を地面にぶつけて、少しの間呼吸ができず、うめきながら起き上がると、遠くにユウスケを呼ぶ、アキラとカズヤの声がする。どうやら、俺が落ちたことに気づいておらず、そのまま進んでしまっているようだ。俺は手足を動かしてみた。怪我はしていないようで、背中をぶつけた痛み以外に痛い場所はない。その間にも、アキラとカズヤの声も聞こえなくなってしまった。とにかく上に上がらないと、そう思った俺がくぼみを登ると、また背後に気配を感じた。恐る恐る後ろを振り向き、懐中電灯を照らした。何もいない。なんとなくほっとした。よたよた歩きながら、とりあえずユウスケたちが駆け降りていった沢の方へと歩き出した。沢に降りるとみんなを探さないとと思い、おーい、アキラ、ユウスケ、カズヤ、いるか?と大声で叫んでみたが反応はない。するとまた背後に気配を感じる。そして、今度はそれだけではなかった。風に乗って、さっきテントの中で聞いたのと同じ、何かが歌っているような声がまた聞こえてきた。そして、内容はよくわからないが、さっきよりも近く、はっきりと聞こえるようになってきている。暑さとは違う嫌な汗が、全身に噴出してきた。歌声はだんだんと近づいてくる。恐怖心を振り払い、
背後を振り向くと、暗闇を懐中電灯で照らした。しかし、やはり何もいない。歌声はさらに鮮明に聞こえるようになり、ほんの20メートルか30メートル先にまで近づいてきたのだが、なぜかその時動けなくなった。そうしているうちに歌声はもうすぐそばまでやってきた。どんな歌詞で歌っているのかさっぱりわからないが、かろうじてどうやら何かの民謡のようだということだけがわかった。混乱してあたりをキョロキョロしながら懐中電灯で照らしまくっていると、周囲に複数の気配を感じた。だが、気配を感じるだけでどこにも姿が見えない。見えないのに明らかにそこに何かがいるのだけはわかる。意味がわからない。俺は恐怖心と暗闇に一人というこの状況で完全に冷静さを失っていた。その時、俺のすぐ後ろで誰かが何かを囁いた。囁く時の息の生温かさすら感じた。今まで感じたことのないような恐怖心を抱きながら後ろを振り向き懐中電灯を照らした。やはりそこには何もいない。だけど、はっきりと目と鼻の先に何かの息遣いを感じた。もう限界だった。俺は歌声のする方向とは逆方向に全力で逃げ出した。木の枝が体に当たり、あちこち小さな傷ができる。それでも俺は走るのをやめなかった。そしてどのぐらい走っただろうか。結構広めの舗装された道路に出た。道路に出る頃にはもう歌声も気配もしなくなっていた。俺は少し安心して、もしかしたらと携帯画面を見てみたが、まだ圏外のようだ。仕方なくその道を当てもなく歩き始めた。広い道なので歩いていればいずれどこかに出るだろうと思ったからだ。しばらく歩いていると後ろの方から車の走る音が聞こえてきた。助かった。そう思って待っていると、遠くから車のヘッドライトが見えてきて、だんだんこちらへ近づいてくる。目立つように少し道路の真ん中に寄ると、俺はありったけの声で、助けてくださーい!と叫び続けた。車がもうすぐ近くまで来るという頃、異変が起きた。誰かが俺の両足首を掴んでいる。俺は足首をかなり強く掴まれ、足が痛い上に身動きが全くできなくなってしまった。それでも大声で叫び続けた。そうしなければ、この車を逃したら、そちらの方が恐ろしかったからだ。とうとう車は目の前まで来た。そして急ブレーキを踏んで俺のすぐ前で停車した。車はいかにも高そうな外車で、中から怒鳴り声を上げながら、あからさまにそっち系のおじさんが出てきた。普通なら、こういう人たちとは関わり合いになりたくない。だが今は非常時だ。この後はどうなってもいい。俺は心底そんな気持ちで、おじさんに
車に乗せてほしいと頼むつもりだった。おじさんはドアを開けながら怒鳴り声を上げていたのだが、急に俺の背後を見て顔を引きつらせ、大急ぎでドアを閉めると、そのまま走り去ってしまった。え？俺は呆然とした。まだ足は掴まれたままだ。背後に何かがいる。それだけはおじさんの反応で分かったのだが、恐ろしくて後ろを振り向けない。すると、背後から霊の歌声が聞こえてきた。そしてそれだけではなく、何か強烈な腐った匂いが漂ってくる。俺はありったけの力で足を動かそうとしたが動かない。そして体をひねらせた拍子に体勢を崩し、その場に倒れ込んでしまった。それでも恐ろしくて背後を見ることができない。しかし幸運なことに転んだ勢いで足を掴んでいる手が離れた。そのまま這うようにその場を離れると起き上がり全力で走り出した。この時俺は背後を振り向き何かを見た。それは間違いない。そしてそれに対して今まで感じたことのないような恐怖心を抱いたのも間違いがないのだが、今思い返しても何を見たのかが思い出せない。何か恐ろしいものを見たという記憶しかなかった。多分1キロ以上走ったんじゃないかと思う。ポケットに入れていた携帯が突然鳴った。電波の届くところまで降りてきていたようだ。電話に出るとそれはアキラだった。電話越しにカズヤの声もする。アキラは、おい、大丈夫か？今どこにいる？とかなり心配しているようだ。俺はとりあえず無事なことと広い道に出ていることを伝えると、ユースケはどうなった？無事なのか？と聞いた。アキラによると、ユースケも無事で、三人で一緒に資材置き場の駐車場のような場所にいるらしい。話を聞いていると、どうも俺と同じ道を下ってきていたようで、電話をしながらしばらく歩いていると、三人が見えてきた。逃げ出してからかなり時間が経っていたのか、空は白み始めている。三人に合流すると、ユウスケは駐車場に座ってぼーっとしていた。とりあえず俺はみんなにはぐれた後のことを説明した。するとユウスケが、そう、それだ、俺が見たのも。と言ってきた。姿形は全く思い出せない。でもそこに何か恐ろしいものがいたのだけははっきり覚えているのだという。アキラとカズヤにそういうのを見たか聞いてみたが、二人は見ていなかったらしい。ただ、ユウスケを追っている最中、ずっと背後に気配と視線は感じていたとのことだ。話しているうち日が昇って周囲が明るくなり始めた。携帯の地図で場所を確認すると、どうやらキャンプ地から大きく回り込んで別の峠の方に来ていたようだが、歩いて戻れる範囲ではあるようだった。本当は戻りたくないのだが、荷物も車もそこにある。
戻らないわけにはいかない。俺たちは3時間かけてキャンプしていた場所まで戻った。戻ってみると、一見何の変化もなく、荷物もテントも車も来た時のままだった。しかし4人ともまたあれが来るんじゃないかと内心ビクビクしていた。中の荷物をまとめようと俺がテントに入ろうとした時、テントの中からあの強烈な腐った匂いがしてきた。俺は悲鳴を上げて尻餅をついた。別のところで荷物をまとめていた三人が何事かと寄ってきた。俺が、やばい、テントの中からあの匂いがする、と言うと、真っ青な顔でゆうすけが後ずさりした。あきらが、とりあえず外から中を探ってみるしかなくないか、と言ってきたので、外から棒でつついたり、石を投げたりして、内部の反応を見てみた。しかし、何の反応もないし、気配もない。和也が恐る恐るテントの窓を覗き込むと、見える範囲には何もいないっぽい、と言ってきた。俺は意を決して、テントの入り口を開けて中を覗き込んだ。中には俺たちの荷物がそのままだ。パッと見た限りでは匂い以外におかしなところはない。ただよく見るとテントの中央のあたりが黒くすすけている。まるで何かそこでぼやでも起きたような色で、特にそのあたりの腐臭がひどい。俺たちはなるべく匂いを嗅がないようにしながら荷物をすべて外に出すと、テントを川で念入りに洗い、匂いを完全に洗い落とし、荷物をまとめてその場を逃げ出した。帰りの際、麓の小さな町で、それとなくいろいろ聞いてみたりもしたが、結局あれが何なのかはわからなかった。というよりも山そのものに曰くも何もなかったと言った方がいい状態だった。その後、俺たちには特に何も起きておらず、結局あの晩起きたことの真相は今現在まで何もわかってない。ただ、今でも俺は少し暗闇が怖い。常にではないが、たまに真っ暗の闇の中から、あの何かの気配や歌声が聞こえてくるんじゃないかと不安になる時がある。これが1年前の出来事のすべてです。小学生の頃、友達と2人で廃屋の探検へ行きました。ターゲットは町内でも田舎な地域にある家で、結構新しいのに無人。前の住人が自殺をしたとか殺されたとか、そういう噂が立っているところでした。学校が終わってすぐその家へ向かう段取りだったけど、僕が職員室に呼ばれて説教を食らっていたせいで、出発が随分と遅れました。しかもコンビニへ寄って立ち読みとかしてたので、現場に到着したのは夕方6時頃。広い産業道路沿いの一角に、塀に囲まれた一軒家です。周囲の空き地はすすきが茂り放題で、
いかにも空き家という雰囲気。僕は、遅くなると怒られるよなぁ、とビビっていたんですが、友達はやる気満々です。軽々と塀を乗り越えた友達は、早速玄関のドアを引っ張りました。でもドアは開きません。二人で手分けして入るところを探したんですが、窓は雨戸用のシャッターが閉まっているし、裏口には鍵がかかっているしで、とても入り込めそうにありませんでした。この時点で僕は半分諦めていたんですけど、相変わらず全力投球な友達に気を使い、一応やる気のかけらぐらいは見せておこうという気持ちで、引いてダメなら押してみろってな、と言いながら玄関のドアを押してみました。すると信じられないことにあっさりと開いてしまったんです。マジか、嘘だろ。友達がダッシュで駆け寄ってきました。ボルテージは最高潮です。これはなんかあるぜ、などとつぶやきながら土足で上がり込んでいきます。仕方なく僕も後から家の中へ入りました。初秋で外は結構明るかったのに家の中は薄暗いというよりもほとんど真っ暗でした。僕が持ってきたキーホルダーの豆球が頼りです。探検ムードは盛り上がるばかり。うわ！突然、ある部屋の入り口で先行していた友達が後ろに飛びのきました。恐る恐る中を覗くと、部屋の真ん中に人影が立っていました。僕らと同い年ぐらいの子供が、懐中電灯を持ってこっちをじーっと見ています。白っぽい服を着た見慣れない顔の女の子でした。お前誰？友達が聞きましたが返事はありません。何してんだ？今度は僕が聞きました。探検。その子がぽつりと言いました。いつここ入ったんだ？また友達が聞きましたが、女の子はそれを無視して。ここはまだ入り口なの。でもこの奥に。とそこで言葉を切り、部屋の奥にあるドアを指さしました。一緒に行こう。それを聞いた友達は、ドアに向かって突き進んでいきます。僕は怖かったけど、仕方なく後に続きました。女の子が僕の後ろからついてくる気配がありました。ドアを開けると、机と椅子が置いてあるだけの書斎のような部屋でした。別に変わった感じはしません。なんもない、普通のお部屋だな、と友達が言いました。すると突然、残念、と女の子が妙に明るい声を出して、僕はなぜかゾクッとしました。ここのアイテムは私がゲットしました。女の子はそんな風に言って、ポケットから何枚か写真を取り出しました。何それ？壁に貼ってあったの。そう言って見せてくれた写真には、おじさんが何人か写っていました。でも、どの写真も背景がべったりと黒一色に塗りつぶされていて、それが不気味でした。おかしな写真だよね。女の子の妙に明るいノリも気になります。
次はこっち。僕たちは女の子に引っ張られる形で家の中をうろつきました。どの部屋もほとんど真っ暗なので、僕の小さなライトで届く範囲しか見えません。女の子はなぜか懐中電灯をつけようとしない。それでも目が慣れてくると、なんとなく様子がわかるようになってきました。なんてことのない普通の部屋ばかりでした。いい加減飽きてきて、もう帰ろうと言いかけたところで、廊下の突き当たりのドアの前に来ました。そのドアがなんだか変なんです。よく見ると、ドアの上の方、ちょうど小窓がありそうなあたりに、分厚い木の板が釘で打ち付けてあります。ドアノブのところには、蝶つがい式の鍵と南京錠。まるで何かを閉じ込めているような様子です。南京錠は外れていたので、僕が鍵を外してドアを開けました。長い廊下が先に続いていました。両側は板が打ち付けてあるばかりで、窓など外の様子は全然見えません。渡り廊下かな？僕、それから友達、その後に女の子、という順番で暗い廊下を進みました。僕の後ろには友達がいるはずなのに、気配をあまり感じません。なんだか随分と離れて女の子がついてきているようでした。時折後ろから声が聞こえます。妙に浮かれた口調で何か喋っていますが、内容はわかりません。突き当たりにドアがありました。さっきのと同じようなドア。小窓に板が打ち付けてあって鍵もついている。ただ、こっちの鍵は引きちぎられたように壊れていました。それを見たとき、ものすごく嫌な予感がしました。なのに僕は一気にドアを開けたんです。真っ黒な部屋でした。真っ暗ではなく真っ黒。壁や床、天井もそうだったと思うけど、すべてが真っ黒に塗りつぶされた部屋です。隅の方に写真が立てかけてありました。家みたいな感じの人の写真。でも、はっきりとは見えませんでした。それよりも目を奪われたのは、ドアから見て左側の壁。そこに押し入れがあって、こっち側の戸が開いていました。中にはキノコが生えています。ぬるぬるとした粘液にくるまれた赤黒い小さなキノコ。それがびっしりと押し入れの床や奥の壁まで覆い尽くしていました。押し入れの床も壁もぬめぬめと光るゲルにまみれて内臓みたいに見えました。出来の悪い悪夢のような光景に吐き気を覚えながらも、それに見入られるかのように、いつしか僕は中へ足を踏み入れようとしていました。突然、耳元で声が聞こえました。入ったら死んでしまうのに。低い男の声でした。背筋がゾクッとして振り向くと、目の前に友達の顔がありました。何とも言えない表情です。悲しそうな、嬉しそうな、でもどこを見ているのかわからない。うつろな目。部屋の中の光景とは違った意味で、
僕は吐き気を催しました。それでも勇気を振り絞って目の前の友達に声をかけようとしました。おい。その時、足首のあたりがひんやりとした何かに包まれました。そのままぐっと締め付けてくるぬるりとした柔らかい感触。何かが部屋の中から僕の足首を掴んでいる。僕は思わず悲鳴を上げて友達を押しのけて廊下を走りました。前方の暗闇に女の子の姿が見えます。あたりに響き渡る甲高い笑い声。もう恐ろしくて気が狂いそうでしたが、無我夢中で走りました。どこをどう走り抜けたのか、気がつくと僕は外へ出ていました。それでもしばらく走って、道路沿いの自販機でようやく一息つきました。ズボンをまくり上げて自販機の明かりで照らしてみると、足首に異常はありませんでしたが、逃げるときあちこちぶつかったのか、傷やあざがたくさんついていました。廃屋であったことについて僕が覚えているのはここまで。あとは家に帰るのが遅くなって親にひどく叱られたことぐらい。セリフや言い回しなど多少の脚色はありますが 95% くらいは本当にあった出来事です。こうやって整理してみると、改めて気づいたことがあります。それは、記憶がかなりいい加減だなってことです。なんというか、アンバランスでいびつなんですよね。鍵のかかったドアや女の子に見せてもらった写真。そういうところは細かい部分まではっきり覚えているんですけど、家の中の様子なんかは曖昧な記憶しかない。ただ、感触っていうか、感情というか、怖いとか気持ち悪いとか、そういう記憶が残っているだけなんです。廊下の突き当たりの部屋に関しても、黒い部屋だっていう印象ばかりが強くて、中がどうなっていたのかはほとんど覚えてない。部屋に写真があったのは見ているけど、どんな写真なのかはわからないんです。ドアを開ける前の嫌な予感だったり、足をつかまれた時の感触だったり、そういう自分の感じたことは、昨日のことのように蘇るんですけど。ただ例外は、押し入れの中のキノコの光景と、耳元で聞いた低い声、振り向いた時の友達の表情。特に友達の顔は、目に焼き付いて離れないくらい、はっきりと覚えていたんです。ところが、あの後友達がどうなったのかは覚えてない。だから気になって調べようと思ったんです。それが3日前の話。友達の名前もわからないので、卒業アルバムで顔を探そうと思い、アルバムをペラペラめくりました。でも、いないんです。記憶の中の顔と一致するやつが。そんなはずはない。あの時、学校で待ち合わせて一緒に行ったんだから、絶対同じ学校にいるはずだって何度も見直したんだけど、いない。そこで改めて友達の顔を思い出そうとしたんですが、黒い部屋の前で振り向いた時に見た顔以外、全然思い出せない。うつろなあの表情が、僕の中に残された記憶のすべてでした。それだけじゃないんです。ずっと仲のいい友達だと思っていたのに、
そいつと一緒に遊んだ思い出が、その廃屋へ行った時のものだけだってことに、その時初めて気づいたんです。そんなバカな。そう思って、もう一度アルバムを見るうち、あるページのところで手が止まりました。そこには、あの廃屋にいた女の子の顔写真が載っていたんです。慌てて他のページも確認しました。その顔は卒業アルバムの至るところに載っていました。名簿にはちゃんと名前も住所も書いてあります。正体不明だと思っていた女の子の存在を確認したことで、僕の記憶はいよいよあやふやなものになり下がりました。少し迷ってから僕はその女の子、仮に A 子としますが、彼女に連絡を取ることにしました。自宅の番号に電話をかけると、幸い A 子の母親が彼女の携帯番号を教えてくれたので、早速かけてみました。最初は怪訝な口調だった A 子も事情を話すと、ああ、あの時の、と思い出したようでした。聞いてみると A 子はあの時のことを克明に覚えていました。A 子はあの日、あの廃屋の近所に引っ越してきました。で、あたりをブラブラするうち、廃屋を見つけて、塀の隙間から中へ入り、すでに開いていた玄関から上がり込んで探検を始めました。やがて書斎のような部屋で数枚の写真を見つけました。それを見ているうち、持ってきた懐中電灯の明かりが消えてしまった。それで少し怖くなって探検を続けるか迷っているところ、誰かが玄関のドアを開ける音が聞こえてきました。大人が入ってきて怒られると思って身を固くしていたところへ、現れたのが自分と同じぐらいの年頃の子供だったので、ほっとしたそうです。安心してちょっとテンションが上がってしまった A 子は、探検を続けるよう持ちかけました。あの時の A 子のちょっと芝居がかった仕草は、多少の演技を交えて、好奇心を刺激する A 子の作戦だったわけです。その回あって現れた子供は A 子と一緒に家の中を探検し始めました。そこで二人になったから探検続けちゃったんだ。あそこでやめてれば。え、ちょっと待って。二人って?僕は慌てて聞き直しました。だから、私と君の二人だったでしょ?他に誰かいたっけ?一緒に廃屋をさまよううち、A 子は僕の行動がおかしいことに気づきました。誰もいない方向へ向かって話しかけたり、誰かの後を追うように歩いたり、そういうのが気持ち悪くて、A 子は少し離れて僕の後ろをついて回っていたそうです。やがて、あの渡り廊下に差し掛かったあたりで、喋り声が聞こえてきました。A 子はてっきり、僕が独り言をつぶやいているんだと思ったそうです。こいつ本当に大丈夫かと、A 子の恐怖心は一気に膨れ上がりました。そして僕が例の黒い部屋のドアを開いたとき、A 子はものすごい悪臭を嗅いだのです。思わず口を押さえて後ろを向こうとしたとき、低い男の声で、死んでしまうのに、というのが聞こえたそうです。
見れば僕がうつろな目をしてこっちを向いている。真っ黒な部屋を背にした僕は背景を黒く塗りつぶされているように見えました。まるであの写真のように。それで A 子は振り向いて逃げ出したのです。僕と同じく夢中で逃げているうち、いつしか自分の家の前まで来ていたそうです。A 子はそれからしばらく悪夢に悩まされました。その後、学校で僕を見かけることはあっても、あの時のことを思うと声をかける気にはならなかった。だから今日まで僕は A 子のことを覚えてなかったんです。最後に A 子がこんなことを言いました。でもね、こんなことを言ったらなんだけど、君の言うその友達っていうの、今もいるんだよ、きっと。え？ほら、さっき二人って私に聞き直した時あったでしょ？あの時、君の声にかぶってたよ。マジで？で、低い男の人の声。あれは僕が高校生の頃だから、もう10年も前の話だ。僕はたまに予知夢を見る。年を取った今では見る頻度も少なくなってきたが、10代の頃は結構よく見ていた。今回の話は予知夢ではなく正夢。というか、半分夢で半分現実と言った方が正しいかもしれない。うまく説明できないが、今日はその正夢を見てしまった時の恐怖体験を話してみようと思う。その頃の僕はとある記憶法にはまっていた。テレビで見たのがきっかけだったと思うが、ある特別なやり方で身近なアイテムなどを100個以上順番通りに記憶できるというものだった。これを聞いている人の中にもやり方を知っている人はいると思うが、簡単に説明しておこう。1、まず身近な場所、例えば自宅などを思い浮かべる。2. 自宅なら、門、玄関、居間、キッチン、寝室、など、実際に頭の中で連想しやすい順番を思い浮かべて、その連想する順番を決める。一周あたり10箇所程度がいいだろう。3. その一箇所一箇所に、覚えたいアイテムを関連付けてゆく。例えば、覚えたいアイテムの一つ目がコンビニ袋だったとしたら、門にコンビニ袋が引っかかっている風景を連想する。次のアイテムがみかんだったら、玄関の脇にみかんが置いてある風景を連想する。こんな感じで一周して、アイテム10個の関連付けが完了し、今度は2周目。11個目のアイテムがホチキスだった場合、門のコンビニ袋の中にホチキスが入っている風景を連想し、記憶する。といった感じに進めていく。この2から3を繰り返すことによって、誰でも少なくとも100個以上は記憶できるのではないだろうか。僕はそのやり方で友達とどっちが多く覚えられるかなどと遊んだものだった。そして毎日練習することによって
かなりの数を記憶できるようになった。関連付けや風景もよりリアルに連想できるようになった。そんなある日、夢を見た。僕は夢の中で自宅の中をゆっくりと歩いていた。ああ、また例の記憶法の練習かな。と、夢だが完全に夢と判断できないあやふやな状態だった。目に見える自宅の中はリアルで、妙な空気感で溢れていた。すると僕は居間でアイテムリストを発見した。夢の中なのだが練習が始まった。僕はリストに書かれた通りアイテムを記憶していった。しかしリストには全部で40個ほどしか書かれておらず、夢の中だが僕は物足りない感じがしていた。アイテムの内容もどれも普通のものばかりだった。不思議なことに朝起きてからも夢の中の40個はしっかりと覚えていた。まさか夢にまで見るとはな。僕は学校で友達にその夢のことを話した。友達は、ふーんと聞いていたが、こんなことを言った。その夢の中のリストに書かれてたものはさ、全部お前ん家にあったものなのか？僕は、何言ってんだこいつ、と思ったが、確かに全部家にあるものばかりだったので、そうだと答えた。しかし、この時の友達の質問の意味をよく考えていたら、僕はあんな目に遭わなかったかもしれない。それから数日後、また夢を見た。例の記憶法の夢だ。僕はまたかと思いながらも、夢の中で居間に向かった。予想通りリストが置いてあった。ゆっくりと手に取って眺めてみる。一つ目のアイテムは新聞紙だった。僕は玄関を出て門に向かった。と、前の通りに誰かがいる。よく見ると、乳母車を押した老婆だった。腰は曲がり、髪の毛は白髪。その老婆がじっとこちらを見ている。誰だ？夢の中だったが、僕の記憶にない老婆だった。僕は無視して、門に新聞紙を引っ掛けて、その場面を記憶した。二個目はバールだった。面白いことに夢の中では必要なものが即座に手の中に現れる。新聞紙やバールもすぐに出てきた。僕はバールを玄関脇に立てかけた。三個目はバットだった。僕は玄関内の下駄箱の上にバットを置いた。四個目を見て、ちょっとおかしいなと思った。リストには、灯油と書かれていたのだ。気がつくと、灯油の入ったポリタンクを持っていたので、そのまま居間に置いた。この時点で気づくべきだった。リストの五個目には、包丁と書かれていた。おかしい。さっきから何やら危険なものばかりじゃないか。僕は不安になりながらもキッチンのテーブルの上に包丁を置いた。六個目はガムテープだった。なんだ、やっと普通のものが出たか。と僕は安心して脱衣所の
洗濯機の上にガムテープを置いた。七個目はセメントと書かれていた。僕は、は?と思いながらも、セメントの入った袋を風呂場に置いた。やはりおかしい。この時点で、これは完全に夢だということを理解し、どうするか考えた。まあ、今のところ危険もないし、とりあえず一周覚えてから考えるか、と次へ向かった。次は僕の部屋だ。部屋の中は現実と変わらない感じだった。リストの八個目はロープだった。僕はベッドの上にポンとロープを投げた。ふと目線がゴミ箱に向かった。何やら黒いものがたんまりと入っているのが見えた。なんだ?そう思って覗いてみると、ゴミ箱に入っていたのは長い髪の毛だった。僕は驚いてすぐに部屋から飛び出した。廊下でハーハー言いながら、いつもと違う夢に違和感を覚えていたが、それまで夢で危険な目に遭ったことはなかったので、そのまま続けた。9個目はマイナスドライバーだった。僕はそれをトイレの便座の蓋の上に置いた。10個目はピアノ線だった。9個目まではうちにあるものばかりだったが、さすがにこんなものはうちにないと思った。と、手の中でぐにゃっという感触があった。見るとピアノ線を握っている。こんなものうちにあったっけ?不審に思いながらも階段の一番下の段にそれを置いた。これで、とりあえず一周分は記憶した。おかしな点もあったが、夢だからだろうと思って、二周目に進むことにした。しかしそれが大きな間違いであったことに、すぐに気がつくことになる。玄関から出て門に向かった。リストを見ると、ライターと書いてある。と、カチ、カチ。門の向こうから音が聞こえた。なんだ?と思って見てみると、さっきの老婆が一周目で門に引っ掛けた新聞紙にライターで火をつけようとしている。僕は慌てて老婆からライターを取り上げ、何やってんだ?と怒鳴った。幸い火はついておらず無事だったが、僕は明らかにこの夢がおかしいと気がついた。老婆はしばらく黙ってこちらを見ていたが、ほどなくして姿が消えた。僕は動揺しながらも、奪い取ったライターを新聞紙にくるみ、門の脇のポストの中に入れて、玄関の前でどうするか考えた。これって夢だよな。妙なリアルさと少し異常な進行具合にこのまま続けてもいいものだろうかと考えた。今まで幾度となく不思議な体験をしてきた僕の勘が警告を発しているような気がした。しかし、自分では夢だと分かっていたので、いざとなったら目を覚ませばいいかと安易に考えていた。リストを見ると、雪の日用のタイヤチェーンと書かれていた。玄関脇にそれを置くと、僕は家の中に入り、再びリストを見た。今度は、人形と書かれている。
そんなものあるわけないと思ったが、さっきのピアノ線と同様、いつの間にか日本人形を握っていた。どこかで見たことがある気もするが、思い出せない。僕はそれを下駄箱の上に置いた。そして、リストを見て目を疑った。次のアイテムは、火だったのである。火？そんなものどうやって？嫌な予感がした。ここは今である。一周目でここには、灯油の入ったポリタンクを置いてある。まさか、これに火をつけろというのでは。と、その瞬間、玄関からガチャガチャという音が聞こえた。恐る恐る玄関を覗くと、外に誰かがいる。しかもそいつが、さっき置いたチェーンを玄関のドアノブに外から巻きつけているようだった。僕を閉じ込める気か？よろよろと後ずさりをした瞬間、足にポリタンクが当たって倒れ、中の灯油が勢いよく吹き出した。やばいと思う間もなく、灯油は玄関まで流れ出て、地面を伝って玄関のドアの外まで流れた。カチカチカチ。さっき老婆がつけようとしたライターの音が聞こえた。しまった。さっきのライターはポストの中に入れたんだった。きっとそれを取り出して火をつける気でいるんだ。見ると僕の足元も灯油で濡れている。瞬間僕はダッシュでキッチンまで逃げ込んだ。ボンという音とともに玄関から今まで火の手が上がった。焦げ臭い匂いが部屋中に充満する。おかしい。夢なのに暑い。僕はしばらくキッチンで呆然としていたが、火の手は徐々に迫ってくる。明らかに普通の夢ではなく、悪意のある意志が介入しているのを感じてきた。このままではここで死ぬ。夢で死ぬということはおそらく。そこまで考えて僕は怖くなり、何か打開策はないかとリストを見た。その瞬間、凍りついた。リストの次のアイテムは、足首と書かれてあった。あまりのことにパニック状態だったが、炎が迫ってきているので、脱衣所へ逃げようとした。と、その時、何かの音が聞こえた。コリ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 。何かを引きずるような音だ。ふと目線を下げると、さっき下駄箱の上に置いた日本人形が、一周目で置いたバットを引きずって歩いてきているではないか。これはやばい。明らかに意志を持って動いている。夢とはいえ尋常ではない。とっさに飛び越えて脱衣所へ向かおうとしたが、恐ろしいほどの速さでバットが足元に直撃して僕はその場に倒れた。猛烈な痛みだった。夢なのにこんなに痛いなんて。激痛でのた打ち回る僕にさらなる激痛が走った。見るとさっきの人形が一周目で置いた包丁を持っているではないか。そして、なかった。すでになかったんだ。僕の右足首が。人形は無表情で僕の足首を拾い、キッチンのテーブルの上に置いた。
僕はこのままでは殺されると思って、這いずって脱衣所まで行った。幸い、さっき置いてあったガムテープがあったので、それで止血して頭を整理した。間違いない。僕は攻撃されている。そしてこれは完全な夢ではない。かといって現実でもない。このままでは死ぬと思って、目をつむって起きようと思った。しかし、何度念じても起きられない。一体どうしたらいいんだ、と、目の前にまたあの人形が現れた。僕はぎょっとしたが、体に力が入らない。そしていつの間にか、両手足がガムテープで縛られていた。風呂場から、チャリ、チャリチャリ、と音がする。セメントだ。セメントと水を混ぜて固めているような音が聞こえてきたのだ。とっさに僕はリストを見た。次は手首と書いてある。瞬間、ものすごい力で風呂場に引き込まれ、左の手首を固まりかけたセメントの中に突っ込まれた。まるで石化の呪文のように、ピキピキと瞬時に固まったかと思うと、またすごい力で引き離された。バキッと音がして、僕の左手首がもげた。一瞬だったが、僕にはスローモーションのように見えた。見ると、もうセメントは消えて、人形は僕の左手首を拾っていた。感覚が麻痺してきたのか、痛みは感じなくなってきていた。僕は、はって自分の部屋を目指した。窓から外に逃げようと思ったのだ。吐いながら考えた。これは一種の呪いの結界のようなもので、その対象範囲はおそらくこの家の敷地内のみだ。そして、一体誰がこんなことをしているのか、全く心当たりがない。だから、この結界の外に出てしまえば、きっと、この正夢から出られるだろうと考えた。トイレの前で背中を刺された。おそらくマイナスドライバーだ。階段の前を通り過ぎて自分の部屋へ進もうとした瞬間、僕はまたすごい力で2階へ引っ張り上げられた。2階の廊下に叩きつけられた僕は、すぐさま異様な匂いに気がついた。よく見ると、廊下にあったファンヒーターのケーブルに傷がつけられ、ガスが漏れ出ていた。すでにガスは充満している。ここにいたらやばい。と、またあの音がした。カチッ、カチッ。誰かがあのライターで、火をつけようとしている。僕はとっさに階段から転げ落ちた。ものすごい勢いで炎が2階を埋め尽くすのが見えた。ブツン。右耳が取れた。階段に置いてあったピアノ線がなぜか両方の柱に縛られピンと張られていた。僕の体は痙攣をし始めていた。心が負ければその時点で命も取られてしまう。すでに家の半分以上は炎に包まれていた。僕は最後の力を振り絞って自分の部屋まで這っていった。じりじりと炎に焦がされながらも部屋の中へ入って僕は見た。部屋の天井からさっき置いたロープが垂れていた。まるで
ここに首を入れろと言わんばかりに、そしてゴミ箱の中で何かがうごめいている。僕は無視して窓へ向かった。すりガラスだがうっすらと外が見える。気がつくとさっきの人形が窓枠に立ってこっちを見ていた。どうしても僕を外に出さない気か。途端に後方へ弾き飛ばされた。タンスにぶち当たると僕は急激に全身から血の気が引いていくのが分かった。意識が朦朧としてきた。もうダメかもしれない。と思ったその時、リストがひらひらと目の前に落ちてきた。薄れゆく意識の中で、僕はリストの最後のアイテムを見た。鯉のぼり。はっとしてすべてを思い出した。その瞬間、押し入れから神々しい光が溢れ出して、ものすごい勢いで炎やアイテム、僕を襲った人形たちを飲み込んでいった。そして聞いた人形の断末魔のような声を。しばらくして目が覚めた。僕は自分の部屋のベッドに寝ていた。起き上がり手足を見たが何ともない。耳も両方ついている。時計を見ると朝の七時だった。お袋が朝食の用意をしている。キッチンのテーブルに腰掛けるとカレンダーを見た。5月5日。どうしたの？学校休みなのにもっと寝ててもいいのよ。お袋はそそくさと僕の前に朝ごはんを並べると、不審そうに僕の顔を見た。僕はしばらく黙っていたが、さっきの夢のこと、そして子供の頃買ってもらった五月人形について話し始めた。僕は小さい頃、二つの五月人形を買ってもらった。一つは金太郎で、もう一つは源義経だった。僕は金太郎人形が大きくて好きだったんだが、義経の方は地味であまり好きではなかった。毎年5月になるとこの二つを出してもらい部屋に飾った。ある日、僕はおもちゃの代わりに義経で遊んでみようと思って、ガラスケースから取り出し、友達の怪獣と戦わせたりした。遊びは次第にエスカレートし、川に流したり、紐で繋いでぐるぐる回したりした。そして、こともあろうか、爆竹で。すっかり、変わり果てた姿になった義経が僕は怖くなり、そのままケースにしまうと押し入れの奥へ詰め込んでしまったのだった。確かその時母親には邪魔だからしまったと言った気がする。僕はその次の年からちょうど中学生だったので、二体の人形はそのまま出さなくなったのだ。こんな僕の話をお袋は黙って聞いていたが、やがてこんなことを言った。そっか、きっと義経くん寂しかったんだね。僕とお袋は朝食を済ませると、押し入れから二体の人形を出した。実に数年ぶりだ。金太郎の方は変わらないが、義経の方は思っていた以上に変わり果てていた。
僕は傷んでいる箇所をプラカラーとパテで補修して、鎧はお袋が一日かけてミシンできれいに直してくれた。翌日、以前にも増して勇ましくなった義経人形が出来上がった。僕は義経に向かって正座して、以前してしまったひどい行為を心から詫びて、これからは大切にすることを誓った。そして人形は5月いっぱい部屋に飾っておいた。今考えるときっとあの夢は小さい頃から守ってくれた恩も忘れて、傷んだまま暗闇にしまわれている人形からの気づかせと戒めだったのだと思う。それ以降、僕はあの夢は見てない。しかし、当時は気がつかなかったのだが、今これをまとめていて、おかしな点に気がついてしまった。門の外にいたあの老婆だ。あの夢の結界は僕の自宅の敷地内だった。しかし、あの老婆は完全に門の外、敷地外、および結界外にいたのだ。あれ以来、その老婆には出会ってないが、気がついてしまった今、僕はなんだか不吉な予感がしている。10年以上前の話。小学生の頃、兄と私と友人数人で、地域で有名な公園によく遊びに行っていました。そこは他校と私たちの小学校の双方の真ん中にあったので、他校の生徒であろうと仲良く一緒に遊んでいました。夏休みのある日、近くにある市民プールへ行って、帰り道、その公園でそれぞれ親に作ってもらったお昼を食べて、他校の生徒も数人集まり始めてきたところで、みんなで探検ごっこをすることになりました。その公園の真ん中には川が通っていて、その奥は鬱蒼とした森となっています。川といっても横幅はあるのですが、水はあまり流れておらず、足元が濡れても構わないなら渡れるぐらいの深さです。その森をまっすぐ登っていくと山に入るのですが、山の少し前に高速道路が通っているので、山と公園をつなぐ森の中にトンネルのような空間ができています。つまり、上に高速道路が通っているため、そこだけ空が見えず、真っ暗になっているんです。私たちはそこを山の穴と呼んでいました。とりあえずはそこまで川を挟んで二手に分かれ、登っていこうということになりました。私は兄と友人の女の子と、他校の生徒の A 君 B 君と一緒に、他の友達は他校の人たちとそこへ向かいます。私たちは森を突っ切り山の穴を目指して歩き出します。少し歩くと川の幅が大きくなりだし、さらに進むと向こう側の友人たちがだんだん小さくなっていきました。そこから獣道に入り、木々も増え始めます。向こう側の彼らも同じように森に入るため、互いの姿は確認できなくなり、あとは山の穴を目指すのみ。みんなで仲良く話しながら、私たちは山の穴に到着することができました。少し遅れて、
反対側から声が聞こえます。おーい、着いたか?と、山の穴に声が響いてきます。こっちはだいぶ前からいるよ、と私たちも返します。すると、おーい、一人そっちに行くからな、と誰かが伝えてきます。少し待っても誰も来る気配はありません。誰も来ないぞ、とさらに返します。相手からはうんともすんとも返事がありませんでした。おーい、誰も来ないぞ、とさらに大きな声で言います。ですが返事はありません。上からは車が通る音が聞こえてきます。おーい、なんか言えよ、聞こえないぞ、と兄が叫びました。その瞬間、ドーンと大きな音がしました。山の穴にその音が反響して、さらに大きく音がします。私たちは無言になり、不安でいっぱいになってきました。どうする?戻ろうか?と A 君が言って、兄も友人の女の子もそうしようというので、私たちはそれに従い、今来た道を戻り始めました。山の穴の上から煙が出ています。上で何があったのか。私たちは特に気にせず戻りました。獣道を再度戻っている最中、後ろから、おーい、こっちに行かないのか?と声が聞こえたので、あれ?友人たちは川を渡ってこっち側に来ていたのか?と振り返り、山の穴に向かって声をかけました。さっきから誰も返事せんから戻ってた。すると、おーい、こっち来いよ。遅いぞ。早く戻って来い。と、山の穴へ戻れと、急かすように何度も大声で言ってくるので、私たちは走りながら戻りました。山の穴の上、高速道路の側面の壁から糸が垂れています。ちなみにこれ今思えば太さ的にはロープと言っていいくらいのものだったんですが、なぜかその時は糸としか思えなかったんです。その糸は4本あって、それぞれ垂れており、その下の端に白い旗のようなものがひらひらと揺れていました。道路の壁の向こう側からは、ヒューと風の音が聞こえ、同時に、おーい、さっきも二人そっち行ったぞー。と山の穴の奥から声が聞こえてきました。見ると B 君が震えています。私は兄のシャツをぎゅっと掴んでいました。糸がスーッと垂れて、下にゆっくり落ちてくるように見えるのです。その糸の端で、白い旗がゆらゆら揺れています。兄が後ずさりし始め、A 君は歩みを止めて、旗の下のひらひらを睨みつけます。おーい、奥に行かないのか?と、山の穴から声が聞こえてビクッとなる私たち。来ないのかではなく、奥へ行かないのかと私たちを呼びます。一緒にいた友人が叫びました。誰?みんなそっちにいるの?と問いかけたものの、山の穴からは風が吹き抜けるのみ。降りてきている糸が、ゆらゆらとぼやけて先ほどより太く見えます。ゆらゆらしていた旗が膨れて丸みを帯びているように見えます。四本の糸のうち一本が壁をしゃくとり虫のように這い上がっていきます。
他の三本はゆっくり下へ落ちてきます。くねくねふらふらしながら。その時、おい、こっちへ来い。と、すごく近くから声が聞こえたんですが、妙なことに真上から聞こえてきました。聞いたこともない女の人の声でした。それを聞いた B 君は逃げ出しました。私は逃げていく B 君の背中を眺めながらどうしていいか混乱して立ち尽くしてしまいました。怖くて兄を見たとき、兄と A 君が糸に絡まっているように見えました。友人の女の子は必死に兄を何かから守るように引っ張っていました。それを見て私は逃げ出そうとしました。でも兄が何かに連れて行かれる気がして、数秒走った後振り返りました。振り返るとそこには兄の顔が逆立ちのように上下逆さまで目の前にありました。聞いたこともないような声で、ギャーギャー叫んでいます。私はその場で腰を落としてしまいました。兄は釣られた状態なのか、体が逆さまだったのです。B 君は振り返らず、一目散に逃げていきました。友人の女の子は必死に兄の名前を呼んでいます。A 君はいつの間にかいなくなってしまいました。私は、神様、お母さん、助けて、と心で祈るのみで何もできません。少し前の方では、友人の女の子が兄の体に巻きついた糸を必死でちぎろうとしています。そこで、兄が二人いることに気づきました。ギャーギャー叫ぶ糸から垂れている兄と、この、離せ!と、友人と必死で糸を引きちぎっている兄です。目の前の兄の顔はよだれを垂らし、髪の毛を下に逆立てて、ギャーギャー叫びながら、苦痛とも笑いともつかぬ顔で私を見ています。私はそれを突き飛ばすように払いのけて、友人の女の子が、必死で糸から引き剥がそうとしている兄に泣きながらしがみつき、お兄ちゃん、お兄ちゃん!と一緒になって糸を必死で剥がしました。どうにか兄から糸を取って自由になると同時に、おーい、こっちにみんないるぞー。と山の穴から A 君の声が聞こえました。あまりの恐怖に顔を見合わせ、私たちは公園に向かって逃げ出そうとキビスを返します。振り向いた先には、先ほどまでいた逆さ吊りの兄はおらず、代わりにゆらゆらと空中に浮いた虫のように白く膨張したボールを下に垂らした糸が空から垂れています。それを恐る恐る避けていこうとすると、白いボールのような何かが、ギャーギャーと、気の触れた人のような笑い声を上げて、ゆっくりと地面に降りてきます。私たちは急いで公園へ向かいました。後ろから兄が、振り向くなよ、走り続けろ!と言って、私は、お兄ちゃん、お兄ちゃん、いる?と、泣きながら何度も何度も叫びました。兄も、いるから振り向くな、とにかく公園逃げろ、と後ろから声をかけてくれます。友人の女の子が、大丈夫、私がお兄さんの手持ってる、大丈夫だから公園に、と私の手も取って一緒に公園まで逃げます。森を突っ切って公園に入ると、B 君は心配そうにこっちを見てうろうろしながら震えていました。私たちが走ってくるのが見えると彼は悲鳴を上げて逃げ出したので、それを見た私たちも後ろにまだついてきているんだと思い手をつないだまま逃げました。
人が集まる広場まで出ると、B 君が大泣きしながら、他の知らない子たちに、何があったの？どうしたの？と慰められており、私たちもそこまで行って三人で腰を落とし泣き始めました。しばらく泣いて落ち着き始めると B 君が、A は？と聞いてきます。兄が、山の穴で他の奴らと会ったみたい、と説明し、みんなで帰りを待つことにしました。しばらくすると、二手に分かれ反対側に行ってた友人たちが広場で私たちを見つけて近づいてきました。お前らどこ行ってたの？ A 君は？と、兄や B 君に聞いてきました。A 君、山の穴でお前らに会ったって言ってたよ。と兄が彼らに伝えます。でも彼らは A 君と会ってはないということなので、私たちは山の穴で声かけたでしょ？と尋ねました。しかし彼らは何度も叫んで私たちを呼んだが、返事がなかったためお菓子を食べて、その最中道路からゴーンと音がして怖くて逃げてきたらしく、その後上の道路から煙や救急車の音が聞こえたので、事故があったのかとこちらへ戻ってきた、とのことでした。そこで私たちは今あったことをすべて彼らに伝えて、A 君は山の穴で、誰かに会ったと言ってた、私たちは怖くて逃げた、と言いました。反対側に行ってた友人たちは、私たちの怯えようを見て信じてくれましたが、その場にいた他校の人たちは、なんだそれガキじゃあるまいし、と笑って B 君に、おい、A 君探しに行くぞ、と声をかけて無理やり連れて行き川へ戻りました。私たちも川まではついて行きましたが、森へ入るのはさすがに怖くてここで待ってると言うと、もういいよ、お前らの学校の奴らは怖がりだな、と笑いながら他校の彼らだけが森へ向かって A 君を探すことになりました。そこで急に友人の一人が B 君の背中を指さしながら、おい、行かん方がいいんじゃないのか？と言い出しました。彼らは振り向きながら何があるのかと B 君の背中を覗き込みます。行かない方がいいと言った友人は、私や兄や一緒にいた友人の背中を次々と覗き込みます。私たちも何があるのかと兄や友人の背中を交互に見てみましたが、別に何もありません。すると突然、他校の友人たちが、うわ、なんだ！とその場に腰を下ろしました。B 君は自分の背中を見ようと首を後ろに向けますが、当然見えるはずもなく、くるくるとその場で回り始めました。B 君は、何？何なの？と泣きそうな顔でみんなに聞いており、私たちはその場で足踏みしている B 君の背中を凝視しました。まずは私が小さな悲鳴を上げて腰を抜かし、友人の女の子もそれに続いて、兄だけは声は出したものの、それを掴もうと B 君に近づきました。私と友人は兄を止めて B 君に服を脱いでみるよう言いました。B 君は急いで上着を脱いで地面に叩きつけるように置きました。上着の背中にうごめく小さな虫。いえ、虫のような糸のような何かを見つけました。それはさっき私たちが見た上から垂れてきた糸と同じような、それを縮小したようなもので、糸の先にひらひらと小さな旗がついていました。
くねくねうねうねとうごめいて、それはシャクトリムシのようにしか見えません。ですが、旗が膨張したり、平べったくなったりを繰り返しており、膨張した時のそれが A 君の顔に見えるのです。一瞬旗に戻り、また一瞬 A 君の顔になる。体は糸のまま、うねうねとしたまま。それが B 君の上着にくっついていたのです。B 君はあろうことか絶叫し、その糸を靴で踏みつぶして蹴りながら服から取ろうとしました。何度も何度もそれを踏みつぶしているうち、膨張した時の A 君の顔が潰れて旗の状態に戻らない代わりに平べったくなりました。それでも糸の部分はうねうねと動き続けていました。私たちは呆然とそれを見ています。何をどうするべきなのかわかりません。でもいつの間にか B 君は笑っていました。必死な顔がニヤニヤしているように見えただけなのでしょうが、どうにも笑って見えました。その行為を永遠に続けるのではないかと思えるほど、B 君は何度も何度も糸を、虫を、A 君に見えてしまうその白い部分を、踏みつぶしては蹴り上げて、服から取ろうとしていました。数分後、その糸が服についてないことに気づいた B 君の友人が、B 君を止めて服を拾い上げて確かめた後、地面を見回しましたが、いくら探しても糸は落ちていませんでした。その後全員山の穴に近づくことを諦めて、川で B 君の服を洗いました。私たちはどうするでもなく、ただ呆然と傍らに座ってそれを見ていました。彼らは恐怖のためか、または A 君を探せないことへの心苦しさからか、涙を流しながら川で服を洗っていました。A 君は夕方5時になっても帰ってきませんでした。他校の生徒の一人がその間、学校から先生を一人連れてきました。その先生に今までのことをすべて話しましたが、私たちの言うことをうんうんと聞いた後、兄に私たちの学校の先生も呼んでくるよう言いました。その後、私たちの先生に事情を説明しました。先生は同じようにうんうんと聞いた後、他校の先生と何事か話し合い、私たちはとりあえず帰るようにと指示をして、一人の先生は学校へ戻っていきました。おそらく他の先生を呼びに行ったのでしょう。夜先生から電話があり、翌日学校に来るよう言われました。親もいろいろと先生から話を聞いて、明日一緒に学校へ行くから今日は寝なさいと私と兄に厳しい顔で言いました。翌日、学校に私たちと友人の女の子とそれぞれの親たちが呼ばれており、これから他校に行くとのことでみんなで向かいました。他校では B 君をはじめ昨日遊んだ友人とその親たちが集まっていました。そうして他校の先生が言いました。A 君が昨日亡くなりました。事故だと思います。詳細は親御さんに伝えますので、生徒の皆さんはこちらへ。と職員室を指さしました。私は涙が止まりませんでしたが、母は私と兄の頭をぐっと押した後引き寄せて、しっかりしなさい。先生に何があったのかをちゃんと言っときなさい、と送り出しました。職員室で昨日あったことを伝えたのですが、先生たちは信じているのかいないのか、何度も何度も同じことを聞いてきます。A 君をいじめたんじゃないんだな。
A 君に何もしてないんだな、と。私たちはまさかここでいじめという言葉が出てくると思いませんでしたので、何度も説明を繰り返しました。先生たちは最後に分かったと言って、親が来るまではゆっくりと泣きじゃくる私たちをなだめていました。家に戻ってから先生に言ったことと同じことを親にも言いました。そしてなぜいじめと思われたのかということを尋ねました。後になって分かったんですが、この時母は私たちに嘘をつきました。A 君が亡くなったのが川だったから、落ちたのか落とされたのかわからなかったんだって、と。母が嘘をついたのは私たちを心配してのことだったんでしょう。その後、親に連れられて、みんなで A 君のお葬式へ行きました。棺の中を見ることはできませんでしたが、A 君の母親は、私たちに憎しみを持っているかのように、よく来れたわね。よく顔を出せたわね。と、みんなの顔を憎々しげに見て、それぞれの親にも毒を吐いていました。A 君の父親がそれを制して頭を下げたので、私たちも頭を下げ、親は謝りながら帰っていきました。さて、なぜ私たちがこれほどまでに A 君の母親から憎まれたのか、なぜ私の親がいじめというワードに関して嘘を言ったとわかったのか、なぜ先生が私たちにいじめじゃないのかと聞いてきたのか、割とすぐ答えはわかりました。それは A 君の亡くなり方でした。ローカルニュースで何度か取り上げられたのです。小学生死亡、いじめが原因か、というような見出しで。A 君の学校の生徒に、A 君はいじめられていたの?とインタビューするシーンがテレビで何度も報道されました。もちろん誰一人いじめられていたという人はいませんでしたが。ニュースによると A 君の死因は撲殺だったそうです。顔がぺしゃんこになってしまっていたそうです。その頃には、いじめどうのこうのではなく、不自然な死因という感じで取り上げるようになっていました。警察は事件と事故の両面で調べているとのことだったので、不思議な死因をことさらに取り上げていたのかもしれません。まるで誰かに何度も何度も踏まれたかのように、A 君は顔が潰れていたのだと。これを親は一切私たちに伝えていませんでした。伝えられなかったのでしょう。夏休みが終わって登校日、全校集会でその公園の奥には近づかないようにと何度も校長先生や担任が言いました。A 君を手にかけた犯人がいるとするならば、未だ捕まってないからです。それから十数年が経ち、私たちはなぜかその話を頭から消していました。全く覚えてなかったというわけではなく、思い出したくなかったんです。後々、警察の発表では事故ということになっていました。今になってなぜこの話を思い出したのかというと、兄と私が A 君を見たからです。兄と、今は兄と付き合っている、当時一緒にいた友人の女の子も一緒に、三人一緒に A 君を見たのです。兄と友人の女の子は中学卒業後から付き合い始めました。私たちはそれ以降も三人でよく遊んでいました。大学生になった私たちは、ある日、三人で車で買い物に向かっていました。高速道路で都会のある町へ向かう途中、
事故があったため重体になっていました。私たちはインターを入ったばかりで戻ることもできず、ただ車が流れるのを待つばかり。少し進むと前の方で車が横転しているのが見えました。山の穴のある位置のちょうど上にあたる場所で、車からはうねうねと糸が出てきていました。うねうねくねくねと横転した車の窓から出てきているのです。旗もひらひら揺れていました。私は兄と友人を見たのですが、二人とも唖然としていました。車が少しずつ進んで事故現場の横を通ります。前の車に乗っている子供がうねうねしている糸を指さしています。私たちは糸を見ないようにしていましたが、その子供の車の窓の横に白い糸が降りてきています。子供は親に何か言っているようですが、前に座っている彼の親は何も見えてないのか振り向きません。旗は次第に膨張し、目を背けたかったのですが、どうしても無理でした。金縛りのような状態だったんです。膨張した旗が A 君の顔になっていきました。私は悲鳴を上げ、兄を見ます。兄も真っ青になりながら車を少し進めました。その時 CD をかけていたんですが、音楽が急に飛び始めたんです。同じ音をずっと繰り返しています。なんで?という言葉が聞こえた気がしました。前の車が流れ始め、私たちも事故現場を通り過ぎようと、少し車のスピードを上げました。A 君の顔をした糸は旗に戻ったり膨らんだりしながらくねくねと揺れて助手席の窓の横を逆立ちのような状態でこちらを見ています。CD は飛び飛びでスピーカーからはなんで僕がと音が聞こえて心臓が飛び出しそうになり兄は震えながら車を運転し、加速をつけてそこから逃げ出しました。私は真横にいたくねくねしたものを視界の横に捉えつつ、悲鳴が出そうな口を押さえてまっすぐ前だけを見続けました。視界の端では糸の下についている A 君の顔が旗に戻るように平べったくなりだし、真っ赤になりながらしぼんでいく様を捉えていました。通り過ぎたものの怖さから運転もままならず、そのまま高速を降りて近くにある魔除けで有名な神社へ向かい、お祓いしてもらうことになりました。それ以降、私たちは糸を見たことはないのですが、あの糸は何だったのかと今でも不思議です。ロープぐらいの太さなんですが、糸としか思えないので、糸と言っています。亡くなった人の魂なのか、それとも何か別のものなのか、未だに理解ができません。その高速道路を通ることはそれ以降ありません。そこは未だに事故が多い場所で、その糸のせいなのか、もしくは、山の穴が何か関係しているのか。結論はわからずじまいですが、私が体験した話です。